か自分がオープンでいることで悩んでる人とかにも勇気とか元気を与えられるんじゃないかなっていう。24歳、新潟県出身、美容師です。私は小学校1年生から、高校3年生まで11年間のサッカー一筋でやってきたんですけど、一年中ジャージと制服ですごいダサくて、試合前になるとこう気合を入れるために美容室に行ったりとかして、その時にいつもこうかっこよくしてもらってたので、なんか自分自身の技術でこう人を応援したりとか幸せにしたりするのってすごいいいなと思ってこの道を選びました。私の好きな言葉は、素直、一生懸命、継続、感謝っていう4つの文字なんですけど、素直な気持ちで一生懸命に取り組めば必ずいい結果に結びつく。その結果を出すためにはたくさんの人があなたに協力してくれる。その人たちに感謝してさらに上を目指そうっていう言葉が、高校の女子サッカー部の時から大好きな言葉でずっと心にあります。私がプリンを選んだ理由は、挨拶がすごく元気で第一印象がすごい良かった。あとはプリンの理念がすごく好きで、私は LGBTQ っていう当事者で、ずっとこう男女で分けられることになんかこう違和感とか、あとはこうどこかこう窮屈に人生を送ってたんだなっていうのがありまして、でその理念の言葉の中に、お客様の魅力を引き出して気づかせてあげる、綺麗は人生を得させるっていう言葉があるんですけど、そういうなんかこう性別関係なしに、もう一人の人として接してくれる、なんかこうスタンスだったりとかスタッフの雰囲気とかにすごいこういいなと思って、なんかこうそういうところが大好きで、フリーに入ってよかったなって今すごく感じています。で、私の強みは同性愛者であることです。今までは相当悩みだったんですけど、なんか自分がオープンでいることで悩んでる人とかにも勇気とか元気を与えられるんじゃないかなっていうのがあって、それは今はすごい自信を持って強みですって言えることですね。得意なヘアスタイルは、私は男すぎない女すぎない、なんか間ぐらいジェンダーレスな雰囲気とか、こうどっちかわからないよう なんか性別不明なスタイルとかが結構得意で、なんか言葉だと伝わりにくいんですけど、一番今着てるヘアスタイルはセンター分けの前下がりのマッシュスタイル。これは結構男女関係なくオーダーされることが多くて、前下がりのカットラインだと誰でもこうクールな印象になったりとか、あとは後頭部のシルエットは女性らしい丸さを出して、襟足とかこうもみ上げは刈り上げをしてこうかっこよさを出して、こう男女の融合みたいな感じでジェンダーレスな雰囲気も出るので、とても一番オーダーされるスタイルです。サロンワークで心がけていることは、一緒に働く仲間にはどんな小さなことでもありがとうとすぐ伝えること
で、お客様に対しては決めつけない、引き切るっていうことを意識しています。やっぱり本当のなりたい自分になるためにカウンセリングとかでこう男女で分けるんじゃなくて、しっかりとこうコミュニケーションを取って聞き切ってヘアスタイルを作っていくっていうことを意識しています。で、夢や目標は、私は LGBTQ 美容師として美容の発信はもちろんなんですけど、当事者としてできることをやっていきたいなっていうのがあって、それで影響力のある人になりたいって思ってます。LGBTQ は性的少数者と、まあ、言われてますけど、私はちょっと違和感そこに感じていて、きっとこう身近にもたくさんいるはずです。ただこう気づいてないだけだと思うんですよ。なのでこうそんな人たちが本当のなりたい姿、髪型で人生を楽しくなるようにお手伝いさせていただけたら、私はすごく幸せで、それが美容の夢でもあります。あとはいろんな美容を通して、美容と LGBTQ でこうなんかこうイベントとかこうより多くの人に知ってもらいたいので、ここのお店だけじゃなくてもっと外に出ていろんな人と出会っていろんなこう活動していきたいなっていうのがあります。一回語る語る。最初からやっぱ語るかな。